とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。タワーでボスラッシュができるみたいですということですね。調べてみましたよ。なんと、タワーボスラッシュモッドが出てました。新しく出てたんだよね。今日は、タワーのボスラッシュやってみようと思います。まあ、装備は、まあ、その時その時のやつだよね。どんな感じになるんでしょう。行ってみます。英語でわかんないな。では、行きましょう。27階層だから、あ、別変わりはしないんだね。27階ですね。で、装備も変わりはない。うん、まあまあ、一応ボスラッシュだから、1階に入って、で、ポーションバリアを一応入れときましょうか。では、行くぞ。おーおー、いきなり溺れたネクロマンサーがいる。そこかい。勝てる？ちょっと待て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 。いや、えぐいえぐい。いきなりえぐいよ。あ、落とせる落とせる。あー！そこ落とせそう。じゃあ、オッケー、まだいるんかい。ちょっと待て、こいつは、待て待て待て、うーい、あ、弓じゃなくてもいける。いや、基本落とした方がいいのか。やべえ、これきつい。きつい、倒したけどね。いやー、マジか。いきなりあんなやつら出てくんの。 OK、 基本的に落とそう。 OK、 落としたらいける。いやー、ちょいちょい、まじできつい。 OK、 おっしゃー、いけた。ちょっと待って、1階からかなり強敵なんですけど。一ステージ一体じゃないんだ。いや、まあまあ、装備はそのままでいきましょうか。次、何が出る？怖っ。あ、まあまあまあ。これですわな、最初は。またネクロマンサー？次、落とせないぞ。おい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 、ちょっと待って、これ想像、あ、落とせる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 。いや、ダメだ、逃げられた。ダメだ、これちょっと待って、想像絶する難易度だぞ。嘘でしょ、ちょいちょい。あ、待って待って、これ、おい、矢で倒せばいい。でも、これ、ね、弓なくなっちゃうよ。あー、きついな、これ。よし、まあ、とりあえず倒せるわ。ここは。OK、倒した。出てくるんでしょ？出てこない？いや、出てくるんかい、やっぱり。落とそう。あー、そっち行くな！落ちろ！よし！いけた！いけた！2階、ちょっと待って。これ思ったけどさ、毎回この2体しか出てこない？毎回これかい？だったらなんか面白みが全然ないんだけど、どうでしょうね。何もいりません。そのまま行きます。いや、まさかね。ガスト！ええー！いや、ボス違うんだな。おいおい、ちょっと待って、これ勝てないかも。うわ、そんな減らせないし。 OK、 はめたはめたはめた。やべ、はめてない、はめきれてない。もうはめ殺すしかないよね。あっ、プレー。よし、とりあえずガストいった。もう一体いるんでしょ、どうせ。そっちかい。うそー、
この装備でイリュージョンが戦えって厳しい厳しい。おいおい、減る減る。ちょっと待て、これ厳しいよ。やっべ、ちょっと待って、これ無理無理無理。きついって。あー、ダメだ。ちょっと待て、よし、あ、ブラインドかかってる。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。いた、いた、いた。あー、もうこれね、ガストはね、全然いけるのよ。ガストは全然いける。もう完璧はめてるね。ガストはいけるんだけど、イリュージョナーなんだよね、難しいのが。よし、こいつが OKOK、 意外と近づいてた方がいい。あ、いけるいける、これはいける。ブラインドもらったりしなければいけるわ。そっちかい、いける。あぶねえ、ポーションバリア使っていけば全然、全然じゃないけど、まあなんとかいけるわ。よし、 OK、 いけたー、いけましたね。でもライフがないので、4階のボスを見てから1回戻ったりしてもいいかもしんないね。これはきついぞ。何が出る ?4 階のボスはガストかい。いや無理か。ということはこれおそらくあいつが出るな。え、とりあえずやり直してきてます。まずはガストだね。この辺に出たっけ、いた。はいはいはい、危ないって危ないって。うん、確実にパワーシェイカーで仕留めないとこれは難しそうね。危ねえって。しゃ、でイリュージョナーね。あー、ミスった。こいつもちょっとパワーシェイカーで仕留めないと無理だよな。おい、よし、 OK、 いけたー。次ボスなんだろうね。そろそろ武器も変えたいけども、いや、もう力の弓でちょっとガシガシやる感じにしようか。無限を入れてさ、行きましょう。何が出る、またガストかな。何これ、エボーか。はいはい、いいよいいよ、エボーカーだったら。はい、し、待て待て、いオッケー。力の弓はやっぱさすがに火力があるね。終わりで、何次、え、出てこない、あ、出てくる。やっぱ、おい、ちょっと待てお前かい、エンダーセントが。ええー、雑魚召喚あり。いやー、減らせないな。危ねえって。おーい、リーチ長いのがね、結構きついんですよねこれ。で、急に出てくるしね。よし、 OK、 そこそこ与えれたでしょ。次のパワーシェイカーでいける気はする。危ない、あー、でもいけるいける。よっしゃ、よし、次、い
や驚きの敵が出てくるね本当に。これさ最終回とかさ、これエンダーの心臓とか出てきそうじゃない？やばそうだな。はい、まあまあとりあえずいいか、攻撃力を上げとかなきゃいけないからね、このまんまでいきましょうか。モーションバリアを2入れとけ。ここ何が出るの？あっち側、あー、ネクロマンサーがあっちに出たか。オッケーオッケーオッケー。となるとネクロとなんだろうね。オッケーオッケー。できればパワーシェイカーを、オッケー、パワーシェイカー一発でいけるか。いけるか。いや無理か、全然無理だ。よし終わり。ちょっと矢がなくなるかなと思ったけども、意外と持ってくれてる。何が来る？いやお前かい。なんかこれの繰り返し、もしかして。ちょいちょいちょい、ネクロマンサーとこいつのセットで、その次がガストとイリュージョナーのセット。あじ、いや違うな。そうかそうか、エボーカーも出てきたもんね。あああっちを押してからね。はい、まあとりあえず7階まで行きましょうかね。ちょっとこれずっとやるとものすげえ長くなるんで、とりあえず7階まで行きますね。いやーなんか変な敵が出てこないなら嬉しいけど、やっぱイリュージョナーって鬱陶しいね、あいつめちゃくちゃ戦いにくい。ここはガーディアン出てくる、もしや。何来るだろう。こいつだけ？ちょっと待って、息ができないよ。息ができないけども、まあ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 、ここはボーナスステージだわ。はいはい。息できないけど、まあまあポーションもあるし、大丈夫でしょう。結構硬いな。ねえ、これはちょっとあと20回あるから、楽しめるね、これ。で、これね、マルチプレイもできるっぽいんだよね。モッドの絵が、なんか4人で行ってる感じだったんで、多分ね、他の機種でも入れちゃうんじゃないかな。はい。まあ、とりあえず、タワー、ボスラッシュ、やってます。7階まで来ましたね。で、一度ここで区切ります。うん。で、次は8階から、やってみましょう。ドラを取っていこうかな。はい。では、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。